クラシルの皆さん、こんにちは。川越シェフだよ。今日は家族のためのカルボナーラをご紹介したいと思います。ちなみに川越シェフ、はい、クラシルってご存知でしたか？もちろん存じ上げてます。特にですね、はい、チン何々、あのメニューよく見てます。ありがとうございます。それでは早速作ってまいりましょう。我々のチャンネル川越シェフだよは、作って楽しい、見て楽しい、そんな楽し飯をご紹介しております。これからもよろしくお願いします。概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧ください。切り物からやってまいります。まずですね、玉ねぎ、まあ、玉ねぎもですね、まあ、少ないよりは多い方がいいと思いますよ。慌てずゆっくり切ってってくださいね。このようにですね、グラグラしないとこを探していろんな角度で切ってもらってもいいですし、まだ包丁慣れてない方、怖かったらこうやってね、ザクザク切った後にさらにこうやってザクザク切っていただいてもいいですからね。これご覧ください。まあ、こっちは粗みじん切りになりましたね。でもこちらの方はスライスになってますよね。で、例えばじゃあこのように切ってもね、また大きさ変わってきますけども、1種類、2種類、3種類、4種類、玉ねぎでもこの4種類の味わい、食感が楽しめますんでね、難しく考えずに切ってみてください。こうやって粗みじんになったものは食感になるし、薄くスライスされたものは旨味になります。なので包丁が苦手な方はね、決して細かく薄く切らずにね、こうやって安全にカットするのもいいと思います。私この切り方を娯楽切りと名付けております。まあ、このようにね、娯楽のように好きに楽しんで切ってくださいねということなんですけども、じゃ続きましてズッキーニです。ズッキーニもね、グラグラしないとこを探してね、こういう切り方でもいいですし、もちろんこういうのでもいいですよね。あとはですね、こういう風にね、これも娯楽切りでいいですからね。カルボナーラにズッキーニってあまり聞かないですけど、どういった理由でおすすめなんですか？卵とすごく相性がいいと思うんですね。今日のカルボナーラはちょっとだけ生クリームが入るので、生クリームと卵が入ったパスタにはズッキーニはね、僕すごく相性がいいと思ってるので、ソースをよく吸ってくれる、それが僕は好きでよく使ってますよ。はい、続きましてえのきです。えのきも細かくね、切っていきます。これもソースがね、少しこうとろみが足されますからね。あとこのえのきのうまみ、これがとてもいいんですよね。さあ、カルボナーラといえばベーコンですね。ベーコンもちょっと厚めにカットしてます。はい、こんな感じです。今回は家族のためのカルボナーラなので、普段皆さんがご存知のカルボナーラはね、卵、チーズ、ベーコン、そして黒胡椒をしっかり効かせた、それがカルボナーラだと思うんですけども、まあ、家族でカルボナーラ食べるときにどうしてもちょっと栄養とか具沢山の方がやっぱりいいじゃないですか。野菜をたくさん入れることによって子供もすごく野菜をね、食べてくれるし、一食の食事でね、バランスよく楽しめるんじゃないかなと思って、なのでちょっと具は多いですけども、味わいは本格的なカルボナーラになると思います。カルボナーラって確かにシンプルなイメージですけど、結構いろんな具材と合わせやすいんですよね。そうですね、最後にね、チーズとか加えるじゃないですか。チーズが加わるパスタっていうのは野菜をね、ふんだんに入れてもね、僕は相性がいいと思うので、入れちゃいけない野菜はないと思ってます。で、最後にね、ニンニクなんですけども、まな板の端っこでちょっと潰してね、これも細かく切っておきますよ。切り方で風味とか味って変わるもんですか？そうですね、細かくみじん切りになったのがね、好きな方もいらっしゃいますし、ニンニクの旨味楽しんでねっていう、こういう形が好きな方もいらっしゃいますよね。まあ僕はどちらかというと、まあ最近はちょっとこういうごつめのものが好きですね。食べてる最中にところどころでニンニクがしっかり顔を出してくれるので、味のリズムが変わって僕は好きなんですよね。レシピの感想やリクエストなどコメントお待ちしております。じゃあ冷たいフライパンにオリーブオイルです。大さじ1ぐらいのオリーブオイルです。ニンニクです。で、ベーコンももう入れちゃいます。ニンニクとベーコンを先に炒めていくのってどういう理由なんですか？このニンニクの香りを出してる間に、このベーコンの旨味、油の抽出ですね、これを同時進行でやっていきます。よくベーコンだけカリカリにされる方いらっしゃいますけども、もちろんちょっとこうベーコン香ばしく焼くんですけども、まあ、そこまでカリカリにしない状態で作っていきます。まあ、香ばしくかつちょっとソフトな感じでベーコンは仕上げていきたいと思います。ベーコンから出る油の旨味、
これがすごくこのカルボナーラ重要なので、なので先にこうやって炒めて香りと旨味を出していくっていうやり方ですね。はい、ご覧ください。まだベーコンもねこれぐらいですけども油が出てきたので、この油の中に玉ねぎ入れます。そしてズッキーニももう入れちゃいます。でえのきも入れちゃいます。全部入れちゃいますよ。さあここで下味のお塩1つまみ2つまみ。野菜を炒める時のこのお塩、これすごく重要で、このお塩をすることによって野菜の旨味成分が出やすいので、それを上手に炒めていくっていうやり方ですね。はい、火加減はまあ中火強ですかね。じゃあこの間にパスタ茹でていきます。かなりしっかり塩を振った方がやっぱり美味しいんですか？最近塩加減がもう少し濃い方もいらっしゃるし、もう少し手前の方もいらっしゃるんですけども、僕が思うにパスタ自体に塩気が入った状態、これが重要だと思うので、最終的にパスタ自体に塩気が旨味が入ってる方がソースと絡んだ時にすごく味が乗ってきます。じゃあ沸騰した湯の中にね、水分に対して 1% と言われるお塩を入れます。まあ後からねお塩を足せますからね、様子見てください。じゃあいきますよ。で静かに沈めてね茹でていきます。今日は 1.6 ミリ使ってます。まあ、ミートソースとかカルボナーラに関してはちょっと太いパスタの方が相性いいかもしれませんね。野菜は炒めた方が絶対美味しいと思うので、なので量は少し減りますけどもね、でもこのソース自体はすごく美味しくなりますから、炒めてる間に全卵2個ですね混ぜていきますよ。ここにですね粉チーズ入れます。でよく混ぜていきます。普段レストランですとね、卵黄のみとか2個使う時には片方は全卵、片方は卵黄だけみたいな使い方をするんですけども、ご家庭のカルボナーラなので卵白どうするのっていうねこともよくあるんです、ね、なのでもう全卵2個、卵白もしっかり使ったソースにしていきます。はい、野菜もいい感じで炒まってきましたね。これご覧ください、このベーコンの香ばしい感じとズッキーニと玉ねぎ、ちょっとこう色もついてますけどしんなりしてますよね。この段階でちょっと味見して野菜が甘くなってたらもういい感じです。今日の最初のポイントです。このフライパンの真ん中を少し開けます。でここにですねバターを落とします。そしてバターを溶かしながら、バターが少し香ばしくなってきたらお醤油加えます。焦がしバター醤油をここにまとわせていきます。カルボナーラ、卵を使うパスタなのでやっぱりお醤油と相性がいいんですよね。焦がしバターの風味がすごく野菜にコーティングされて、野菜ももう一段階美味しくなります。はい、ここにじゃあ生クリーム入れていきますよ。さあここから軽く茹で汁加えます。少し加えて火を小さくして生クリーム少し加えますね。よくほらカルボナーラはね生クリーム入れないんだよっていう方もいらっしゃいますけども、ご家庭でしたらちょっと生クリーム入れた方が味が整いやすいです。はい、こんな感じでソースができましたね。であとは茹で上がったパスタ、これを絡めて、で卵黄ソースを加えて混ぜていきますからね。ちなみに最近 YouTube チャンネル始めましたけど、はい、なんか始めたきっかけってあるんですか？はい、27歳の女性社長さんがいらっしゃるんですけども、その方にぜひ一緒にやりませんかというオファーをいただきまして、50を過ぎましたけども、なんかチャレンジしてみたいなと思って始めました。いやーでも本当にわからないことばっかりなんでね。いろんなチャンネルの方々ともコラボされてますもんね。そうですね、何名かお越しいただいたりとかね、お邪魔したりはしてるんですけども、まずは自分のチャンネルをねたくさんの方々に知ってもらって、楽しい飯というキーワードでやってるので、我々独自のね美味しくて楽しいメニューをねご紹介できたらなと思ってます。ちなみに YouTube チャンネルって何か目標とかあるんですか？社長が言うにはまずは100万人を目指しましょうと目標立ててるんですけども、まあ、果てしないじゃないですか、料理チャンネルで100万人っていうのはね。まあでもその話を聞いた時にやっぱりこうね目標は高い方がいいと思ったので、よしじゃあ目指しましょうということでやっております。今まだまだですけどもね、少しずついろんな方々にね、今度はどんなメニューなんだろう、次はどんなメニューなんだろうななんてね、ワクワク楽しみにしてもらえたらなと思ってます。改めましてクラシルの皆さん、クラシルチャンネルもすごくいいですけども、カゴシェフだよもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。いい感じで茹で上がりましたんで、パスタの汁を少し加えてね、ちょっとお湯がついてる程度でいいんですね。そうですね、さっきパスタの茹で汁とクリームも入ってソース作りましたんで、もちろんちょっと水分足んなかったら足していただいてもいいですよ。ここで火を弱火にして、
フライパンのね鍋底についた旨味なんかをちょっとこうやってね絡めていきます。次のポイントです。はい、全体的にねクリームソースが絡みましたね。パスタ今熱々ですから一旦こういう風に濡れ布巾の上に置きます。そうするとフライパンの温度が瞬間的にねちょっと下がってくれます。これ下げていくのはなぜなんですか？はい、ここから卵ソース入れるのでやっぱフライパンが高温だとちょっと固まりやすくボソボソなりがちなのでまずこうやって落ち着いて慌てずやってください。で卵黄ソース加えますよ。でこの上でこうやって混ぜていきます。もちろん余熱で火は入ってきますからね。つかまず慌てないってことですよね。もちろん全卵入ってますから水分少し多いなと思ったらここで初めて弱火のところに戻してあげて、この時弱火です。また強火だと一気にね卵に火が入ってボソボソしちゃいますからね。そしてこうやってねパスタを煽るのもよし、こうやって混ぜるのもよしです。ちなみに皆さんよく煽りますけど、これってどういう意味があるんですか？まあなんでしょうね、呪文を唱える方もいますよね。美味しくなれなんてね、まあ、空気含ませましょうなんていう方もねいらっしゃいますし、まあ、こうやってただただ混ぜる方冷めちゃうからね煽らない人もいらっしゃいますけども、最終的には自分が美味しいと思えばどちらでもいいと思います。とろみもついてきましたね。じゃあそろそろ盛り付けていきます。はい、じゃあ盛り付けていきます。たっぷりとね具沢山なこのソースを乗せていきます。カルボナーラなので黒胡椒たっぷりいきますよ。カルボナーラは黒胡椒なんですが、まあ、家族のためのカルボナーラということもあるので、もしお子さん黒胡椒苦手な方は刻み海苔をトッピングしてみてください。こちらが家族のためのカルボナーラ完成です。このレシピはフラッシルアプリをご覧ください。それでは試食していきます。ご覧ください、ちょっとねソースしっかりあるでしょ。これもねポイントでもあるんですけども、家族のためのカルボナーラなのでこのソースでねパンつけて食べてもらったりとかそういう意味合いもあって、いただきます。うん、美味しいです。このバター醤油が加わることによって野菜の旨味もさらに甘くなって美味しく感じられると思います。で、卵と醤油やっぱり合いますよね。なのでぜひお試しください。それでは家族のためのカルボナーラぜひ作ってみてください。